こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。本当にこんなお元気でお過ごしでしょうかっていうようなことを問いかけるって、もう皆さんのお顔を本当に久しく見ていない人たちがいっぱいいるんですね。本校は3月の2日から、いわゆる休校の措置になって、でその後オンライン授業期間になってっていうような、もう想定をしたことがない日々を毎日過ごしています。で、先生たちも、もうみんなの頑張りに本当に応えて、毎日オンライン授業を試行錯誤のうちにやっています。みんなよくそれについてきてくれて、本当に多くの人たちがすごく努力をして、今のこの期間を共に過ごそうとしてくださっていること、私は本当に頼もしいなと思うし、皆さんのことを素晴らしいなというふうに思っています。今日は、まあ、例えば、朝礼なんかがあれば、きっと私は、今、自分が準備してきているこの3つのことを言うかなって思っていて、その話を少しだけしようと思います。この、私たちに、もう未曾有の出来事が起こっている、100年に一度の災害とも言えるようなことが起こっている、この時に、私たちは、どのように、自分が生きるということについて考えればいいんだろうということを、私なりに、ちょっとまとめてみたことを分かち合いたいというふうに思います。まずね、この新型コロナウイルス感染という、もう世界中の、もうたくさんの方がすでに亡くなっていて、感染がもうまだ止まないという国もありますよね。その中で、まあ私たち現在は、人との接触の機会というものが、本当に許されない。人との接触をなるべくしないように、ということ。そんなこと言われたことないでしょ？今まで。一回もない。私たちは本当につながりたいです。つながりたいというよりも、つながっていることがもう当たり前の世界の中で当然のように生きてきた。それをつながらないでください。感染の拡大のために接触をしないでくださいと言われている。私たちはそう言われた時に、ああ、我々の日常ってどれほどにつながるっていうことを前提にしていろんなことやれてたんだろうと。例えば教室で、例えばいろんな授業で、つながりというものを意識しない授業はなかったでしょ。でそれを本当に、ああ、私たちつながってるっていうことは、すごいことだったんだな。こんな当たり前のことが奪われた時に、この中で我々が生きてきたってことを改めて思うんですね。私たちが今度、実際にこの、人との接触というものが許されるときに、我々のつながりというのは多分もっと質が変わるんじゃないかなと思います。今までのような感じではないんではないかなと思います。ちょっとそれを考えてみてほしいと思う。次の時代、今新しくポストコロナのこの時はどんなつながりが私たちに待ってるんだろうということをちょっと考えてみませんか？それまず一つです。それから二つ目ですけど、私たちは本当に弱い存在だったんだということに改めて気づかされます。感染をしてしまったら、本当に死んでしまうかもわからないという、そういう恐怖があったわけです。今もあります。そして多くの人が現実に亡くなっているということがありますね。私たちは本当に弱い存在だからこそ、きっと、それぞれが思いやりを持つこととか、それぞれが協力をし合うということがこんなに価値があるんだということを今改めて考えています。それをね、強く私が思ったのは、高校生徒会の方々が協力して動画を作成してくださった、その動画を最近見る機会があったんですね。素晴らしかったです。本当にポジティブに、この、まあ、もう希望がなくなるような気が、するような今の時代に、本当にポジティブに、素直に、生きる喜びを伝えてくれたと思う。それを日常茶飯事の小さな出来事の中で私たちは、こんな素敵な日常、こんなみんなと一緒に共感し合って、楽しく過ごす日常があったんだということを改めて思い起こさせてくださる動画だったなと思います。いわゆる、午前中はすごい忙しい授業、オンライン授業があり、でその後ずっとアサインメントでみんな忙しくしてお散歩に行って、でその後麻婆豆腐でしたか？麻婆豆腐を
作ったものをみんな、こう、こんなの作ったってシェアしてました。そういうことって、こういう時代が来なければしなかったことかなと思う。そういう共感の方法っていうのも新たなことかなと思う。すごい私たちに新しいチャンネルを与えてくれたな。皆さんのおかげです。素晴らしいことだと思います。それから最後です。私たちは本当に今変わらなきゃいけない時にこう変わっていける存在であったんだということを今改めて私は気がついています。今の先ほど申し上げた動画もそうです。私たちは誰もあんな風にできると思わなかった。ああいう風なつながりをみんなにアピールできるとは知らなかった。本当に新しくなろうっていう思い、新しくみんなでなっていこうというその思い、そしてそれを選択していこうという強い気持ち、その気持ちがあれば何でもできるんだなって、これは私が皆さんから教わったことです。そのことを教えてくださったこと本当にありがとうございました。そしてこの選択しようという気持ち、新しいことを思い切って選択していこうという強い思いがあれば何だってできるんだと。だから私たちは絶対に絶望しません。なぜならば未来には必ず希望があるからです。これからコロナが収束した後、みんなで学校でもう一回集まることができたときに、いろんなことが新しくなってるだろうと思うんです。その新しさ、その新しさを私たちは選択していく、その機会が与えられている。で、忘れてはならないことが、私は今、マザー・テレジア・ゲルハルディンガーの肖像画の前でこのことを喋っていますけれども、私たちのこの新しい選択は決して突然、唐突に生まれるものではなくて、やっぱり70年近い、歴史、70年近い私たちよりも先に歩んでくださっていた方々の歩みがあってこその新しい生き方が選べるというふうに私は強く思っている。なので、未来というものは過去というものを根ざしているし、その過去に根ざす私たちが今を一生懸命生きることで、多分、未来というものが開けていくんだろうなと。これは一つコロナの感染拡大というものが私たちにもたらしてくれた、もしかしたら唯一ポジティブなサイドなのかもわからないなと思ってます。新しい生き方を私たちがきちっと選択していく勇気を得ることができた、そういうふうに思いませんか？私はそう強く思います。ではまた再会できる日を待ち望みながら。